皆さんこんにちは、もしくはこんばんは、マーブルです。この動画はオープニングトークはありません。アニメをご自身でご用意していただき、同時再生の上ご視聴ください。それでは、カウントダウンの後、始まります。スタートです。 なんかユーチューブ的な動画サイトかなオリジナル曲なのかなこれは本人っぽいね。聴いてるのは。 髪の感じからして。出会いも、オープニングはし入りました。なこのオープニングの感じも好きなんですよね。なんか優しくて。なんかこういう作品ってちょっとドラマになっても不思議じゃないような。 雰囲気がありますよねいいなあ京都。行きたいな京都。なんかいろんな人が出てくるのかな。群像劇というか。これはお父さん なんか和菓子って奥が深いですよね。なんか何月はこれ、この和菓子みたいな、決まってるというかね、あるんですよね。私も詳しくは知らないんですけど。そういうお勉強してみたいな。オープニング終わりました。夜ラに響くですね。 毎回泣いてんだね。お菓子と別れる。そうだね、余計にね、来そうだね。サラピンって言うんだ。ええ はは <laughs> いや、そういう問題ん、溜まっとこああ、こういうのも売ってるんだ。いいねー。あ、そっかそっか。ここで働いてる子なのか。さっきバイトでって言ってたもんね。 気持ち悪い。働きにくいって。常連さん。あれ可愛い,い。 あかわいいいやー <laughs> どういう技技名が出たよあなるほどね <laughs> 技っぽいなと思ったかわいいプリッ プリッキュア的なやつ。<laughs> 5分30秒から再開しました。あー、慣れてるんだ。あ、さっきも弟のって言ってたよね。あー、確認しちゃうのね。わかるわー。 私も結構仕事の合間に確認してしまう。わあ。 あ、この子が作ったんだ栗まんじゅう好きだね。 背だっていっぱいやるかわいいな。 しないうんそうだねみんな分かってんだないや大変だね弟たちこんなにいて こんなに小さい男の子いっぱいいたら大変だろうな。 おばあちゃーん。うーん。それは音楽なのかなえー、あ、あ、やっぱり。 弟のお世話慣れてるね。いや。 大変だろうけどもう可愛くてしょうがないだろうな時には生空きで大変かもしれないけど結構大家族だね。 まあ、親はね、そう思うだろうけどね。それはやっぱり娘のためを思うからってのもあるよね。 なんか娘には苦労して欲しくないとかさ、きっとそういう思いがあるからなんだよね。お、見てるんだ。 ああ。お、<laughs> それ別なんだ。お父さんのってことやっぱ気づくんだ。あ、そこね。確かにそれは、唯一無二のものだよね。ああ、気づいた人いる。大丈夫か ああ。お店に迷惑かけちゃったか。あ、常連さんっていうか、この人はそっか、従業員なのか。 そういう。でもかける方もあれよね。うん。迷惑になるって分からんのかな話したのね。 なるほどね。うん。あ、カラオケで撮ってたんだ。うん、そうだよね。 わかるわかる。なんでうん。 そうだね実体験だからねなるほど ねえって <laughs> いきなり そうだね後悔しない方がいいよねしない決断をしたいよね伝えることは大事だね。 弟たち。よかったね、後押ししてもらって。なんか、娘さんをくださいの勢いだったね。あれ <laughs> うーん。 お店辞めちゃったのうん。うーん。よかったね。<laughs> 恥ずかしいけど。 ううんだね。よかったね。言わなきゃわかんないこともあるからね。 お母さん頑張るな。えー 何何か持ってんんのンンうん。 うーん、結構なお人よしだよね。ま、あ、それがいいんだけどね。ああ、おばあちゃんの言葉が。 何男性の趣味とかエンディング入りました。そういう意味で、好きになったわけではないんじゃ、どうなんだろうね。<laughs> ちょっと頬は染めてたけどね。この子これからも出るのかないこの子の <laughs>、みつるちゃんの、あのー、 アホ毛がね <laughs>、すごい可愛いよね <laughs>。そんなにくるーんって下まで行くんだ、みたいな <laughs>。あ、でもエンディングにずっといるから、これからも出てくるのかなこれはあれかなお客さんっていうよりは、 身内の話があるの、多いのかな従業員だったしね、今回ね。なんか身近な人たちの相手の話だったりとかするのかね。あー、可愛い,いよ、この子たち。あの曲で来てた子だよね。いや、あの子たちの話もあるのかな そかそかそか、従業員の人のお孫さんだからか。え、エンディング終わって C パートですね。<laughs> でも目がボタンなの可愛いじゃん。次回、夏よい囃うん元カノ 催眠術はい。出会いもんには見終わりました。なんか、最後の催眠術を得得してな、パパの流れが、よくわかんないどうなってんのすごい気になるどういうことなんかすごいやっぱり今回もほのぼのしましたね。なんかあれ見てたらすごいおばあちゃんの思い出みたいのを思い出しちゃって、ああ、おばあちゃんってなっちゃった。 うちのおばあちゃんも和菓子好きだったけど。っていうかうちの家族みんな和菓子好きだけど。いいなぁ。やっぱりなんか見てると和菓子も食べたくなるなぁって感じですね。ほっこりして。いいなぁ。なんかやっぱり夢を追いかけるっていう話のテーマになるとすごいジーンときますね。胸の奥に。なんか私もやっぱりそういうところあったので、いろいろ思い出しちゃいました。いや、あの、双子、双子じゃないか。 あの、お孫さんね、従業員の、だ、誰だっけおつるさんだったっけのお孫さんのお二人が可愛すぎて <laughs>、また出てこないかな楽しみだな。なんかまた、あれなのかな従業員の周りの家族の話とかも出てきたりするのかなお客さんの話もあるのかななんか色々ありそうですね。なんかさっきの予告だと、みつるの元カノの話とかも出てくる のかなまあ、なんか人情話というか、人間ドラマですよね、きっとね、このアニメね。次回も楽しく見ていきたいと思います。それでは、2話のご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。マーブルでした。